京成バス、江戸川営業所江戸川営業所所属者。京成バス、江戸川営業所は、東京都江戸川区東篠崎に位置する、京成バスの営業所である。社内の営業所記号は E を用いる。営業所の最寄り停留所は、江戸川スポーツランドで、出入古民は、この停留所を奇襲店とする。従来から、京成電鉄、奥戸営業所が担当しており、 営業範囲が広大なために、いくつかの操車場を有しながら、運行を行っていた。その後、都営新宿線が開業して、同地域への乗り入れを開始したのをきっかけに、1986年10月1日に、江戸川営業所として開設された。JR 総武本線より、南側の江戸川区東側の路線を担当する。一部路線には、今井橋を渡って、都県境を越え、 千葉県市川市、浦安市まで達する路線も存在する。愛称は、シャトルセブン。東京ディズニーリゾートから、舞浜大橋を渡って、火災臨海公園駅に向かい、火災臨海公園駅からは、関7通りをひたすら北上し、火災駅、市野駅を経由し、小岩駅、亀有駅方面にへ、急行運転する。 2007年4月1日から1年間の予定で試験運行を開始し、利用者が定着してきたことから2008年も増便の上で試験運行を継続することとなった。この試験結果が良好だったため、2009年から本格運行に移行した。2010年10月からは公共車両優先システムを環7の火災臨海公園入り口かもと中学校間で導入している。 試験運行期間中から専用ラッピングのイスズエルガノンステップ車を中心に重当してきたが2010年2011年に利用者の増加に応じたダイヤ改正を実施すると同時に新車として日のブルーリボン式ハイブリッド及びエルガハイブリッドに専用塗装と装飾を施して重当した2017年には新しいデザインのイスズエルガが導入されている 運賃は、東京ディズニーリゾート火災臨海公園駅間、総合発着と、都内バス停総合発着の場合は210円。東京ディズニーリゾートから、火災臨海公園駅を超えて乗車する場合は、乗車区間により310円、または410円。東京都シルバーパス、都内定期券、都内1日乗車券は、火災臨海公園駅小岩駅、亀有駅間のみ、 利用の場合は、追加運賃なしで利用でき、東京ディズニーリゾートにまたがって利用する場合は、火災林海公園駅からの運賃210円を支払うことで利用できる。数少ない都県、境かつ江戸川を越える路線である。小岩駅、亀有駅、東京ディズニーシーから市の江駅の区間便も運行される。小岩駅から亀有駅に向かうバスは運行していないため、 シャトルセブンのみで、小岩から青と、亀有方面を行き来する際には、大杉第二小学校以南での乗り換えが必要になる。2018年1月14日から、シャトルセブンの派生系統として、新小岩駅東京ディズニーリゾートを結ぶ特急バスが運行開始した。車両は主に、イスズエルガハイブリッドとイスズエルガで運用される。車両不足時などは、 一般大型路線車が代走する。2020年3月30日より、系統番号が変更され、関連7系統は SS07 系統に、関連8系統は SS08 系統に改版された。2020年に発生した新型コロナウイルス感染症による東京ディズニーリゾートの長期休園では、二月十九日から六月三十日まで s s 点零八系統は、 火災臨海公園駅東京ディズニーリゾート間を休止、特急バスは火災駅東京ディズニーリゾート間を休止していた。2020年12月21日に特急バスのダイヤ改正が行われ、毎日9往復から3往復に減便された。小岩駅から江戸川沿いに、篠崎街道を南下し、篠崎駅を経由して、水江駅、市野駅方面に向かう。 一月か内沼付近まで江戸川の土手場を走り、それが特徴の一つと言える。江戸川区では最古路線の一つであり、現在でも主幹路線の役目を果たしている。都営地下鉄新宿線の開業前は全便が小岩駅今井を通しで走行し、京成電鉄の最終力路線の一つだった。その頃は、現在の市の駅付近に今井奏車場が存在しており、 折り返しはここで行っていた。都営地下鉄新宿線の開通後は、主として南部での乗客減少により、江戸川スポーツランド、水江駅発着便を新設して効率化を図った。2012年11月16日に、ルートの変更を含む大規模なダイヤ改正が実施され、小岩駅、水江駅、市の江駅で運行の便は、篠崎駅経由になり、 小岩駅江戸川スポーツランドで運行の便は篠崎駅非経由に変更された。また、従来は市の駅発着便の一部が江戸川清掃工場を経由していたが、これは廃止された。2020年4月6日のダイヤ改正で小岩駅江戸川スポーツランドで運行の便の本数が1日2本程度までに減った。この直通便、土日は 小岩駅方向のみ運行されている。小岩駅からフラワーロードを抜け、千葉街道沿いの小岩郵便局前を通り、東小岩四丁大目交差点から、芝又街道を一気に南下して、水江駅へ向かう路線で、小岩駅から水江駅まで相互に乗降する場合、この路線が最も本数が多く便利。多くの便は、水江駅から、先のスポーツランド、江戸川清掃工場まで向かうが、 小76と同じく、小岩駅江戸川スポーツランド間の利用では、大幅な遠回りとなるため、乗客の大半は、水駅で入れ替わる。1978年から一部便が、ししぼね区民間を経由していたが、同停留所を経由する小76が新設された、ことで1997年11月16日に、廃止され、 さらに小76との重複区間を減らすことを目的に谷河内テニスコート経由へ経路を変更している。2004年4月16日に新設された江戸川清掃工場停留所には創車場が併設されている。江戸川清掃工場と水営機関の出入り便の運行あり、小岩駅から2枚橋、ししぼね区民間、名主屋敷を経由して、市の江、河西駅方面と、 水江駅方面へ向かう路線。1980年7月10日に開業した。新小岩駅から獅子骨街道を通り、篠崎駅を経由して水江駅へ向かう。基本的に水江駅発着便とスポーツランド発着便が交互に運行される。都営地下鉄新宿線開通後も利用者が大変多く、現在でも京成バスの主力路線の一つである。 従来は、鴨戸橋を経由していたが、現在は、鹿骨新橋経由に経路変更されている。2001年4月1日より、鹿骨5丁目に停車するようになった。南行徳駅を出発する随75江戸川、スポーツランドから、篠崎街道を南下して今井橋を渡って、千葉県に入り、南行徳駅を経由して新浦安駅に向かう路線である。 一部千葉県内を走行するため、距離により、運賃が異なるが、他路線と同じく前乗り、運賃先払いとなっているため乗車時に乗務員へ、交車停留所を申告して支払うこととなる。東京都シルバーパスと特内1日乗車券の場合、江戸川スポーツランド今井間で利用可能。千葉県内に乗り越す場合は今井からの運賃が必要となる。なお、 ハイタウン・塩浜市発便と新浦安駅市発便では、ハイタウン・塩浜の停留所の位置が異なる。南行徳線では、都内均一運賃区間との乗り継ぎ定期券が設定されていたが、2020年3月31日をもって発売を終了した。2006年7月19日に、江戸川区東部の篠崎駅から、鹿骨、大杉を経由して、 江戸川区役所を結ぶ路線として開業。2013年2月16日から一部の便が新小岩駅東北広場への乗り入れを開始。2015年7月15日をもって江戸川区役所までの区間便の設定がなくなる。この路線だけ区役所停留所が庁舎の裏手に位置している。本数は平日1時間平均で1本程度。 と休日は大幅に本数が減り期中2時間程度間隔が空いてしまう時間帯があるダイヤであった。しかし2020年のダイヤ改正で再び、江戸川区役所発着の便ができ、新小岩駅東北広場発着のバスは大幅に減少した。また、同年12月のダイヤ改正により平日が6、往復に減便された。臨海病院線専用車火災駅。 東京臨海病院を結ぶ直通バスとして2006年6月1日に新設された。火災駅東京臨海病院に途中停留所の設置はなく、専用の系統番号も付けられていない。火災駅では、駅の構造の関係で中央口側のバスターミナルを使い、病院行きは火災駅火災区民間火災中央通り方面を経由する遠回り経路となっている。 2015年3月28日に西水江線が新設され、臨海病院線のバスが出入後の1日1往復のみ、西水江線を経由する形で直通運行をするようになった。その1年後、2016年3月28日から診療日は全便が水江駅と東京臨海病院を通しで運行するようになり、そのうち平日に往復、 土曜日1往復は出入小便として江戸川、スポーツランドと東京臨海病院を結んでいる。休診日と土曜日の診療時間帯以降は、午後におよそ1時間間隔で、水江駅1の駅西口の西水江先端独で、4往復運行している。水江駅方面東京臨海病院方面ともに、1の駅西口では、A1、出口付近ロータリーにある。 専用のバス停一箇所より発車する。臨海病院線の車両は、第一制約から寄贈された、ステップリフト付きの日の、リエッセが専属で充当されていたが、2017年夏頃から E401 号車の空調設備などの不具合が増え、現在は、一般中型車と新都心営業所から移籍した日の、ポンチョでの運行となっている。また、西水へ先端独運行の場合は、 一般中型車で運行するが、大型車によるダイソーの実績もある。東橋を渡ってきた新五59新小岩駅、東北広場から東京スカイツリータウン、浅草まで向かう路線。観光路線の意味合いが強い。なお、2019年4月以降、京成バス運行便は正月3月日のみとなり、通常は京成タウンバスのみの運行である。 一川橋付近の江戸川河川敷にある小岩勝負園と小岩駅を結ぶ臨時系統。毎年6月に開催される小岩勝負園祭り会期中の土曜、日曜に運行される。会期中は小岩勝負園前に臨時停留所が設置され、小岩勝負園のラッピング装飾を施された車両が専用車として収益する。2020年は 新型コロナウイルス感染症の影響で、小岩勝負園祭りの開催が中止になったため、直通バスの運行は行われなかった。2021年も引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響で、小岩勝負園祭りの開催が中止され、直通バスの運行は行われない。リゾートパーキングシャトルリゾートパーキングシャトルは、浦安市舞浜にある、リゾートパーキング第6と、 東京ディズニーランドを結ぶ無料シャトルバスである。東京ディズニーシーの開業と、ほぼ同時に、東京ベーシティ交通舞浜車ア跡地を多客時の臨時駐車場として整備し、使用時は専用バスでパークまで向かうことになる。完成当初は、ディズニーのロゴと、ゲストパーキングシャトルのロゴが印字された専用車が、用意されたが、後に塗装変更が行われ、現在は、 全営業所からの応援体制で運行されている。また、過去には、リゾートパーキング第5と、エクスピアリを結ぶシャトルバスが運行されたこともあった。ゾゾマリンスタジアム臨時直通バス基本的に、イスズ自動車制が中心だが、2000年代に入ってからは三菱不走エアロスターノンステップ車2台、CNG ノンステップ車が6台導入され、 ノンステップ車の2台が松戸営業所に転出している。過去には、日のレインボーの配置もあり、主に新ターン線の京成バス担当便で使用されて、いたが、中型車の新車導入で、他の中型車同様、区役所線や西水江線などの運用へ移った後に、転出となった。2018年現在、一般路線用の車両は、臨海病院線の専用車を除きすべて、 いすず自動車製に統一されている。2019年にはドライバー異常自体をシステムを搭載したいすず、エルガが導入された。それまでの車両との外見上の差は、行き先表示が白色 LED になったことだけであり、テールランプの LED 化はされていない。また、2019年に E166 号車 N166 号車を皮切りに、 イスズ・エルガハイブリッドの長沼営業所への転出も始まっている。カンナナ・シャトル専用車はノンステップ車が使用されている。2007年度は試験運行中と書かれたマスクを前面に提出していたが、2008年度から専用車はピンク地にシャトル7と書かれたラッピング装飾が施されている。車内案内表示装置は LED 式から液晶ディスプレイに交換され、 FM 多重放送によるニュースや地元企業、団体の映像広告も表示されるようになった。2010年には、日のブルーリボンシティハイブリッドが4台加わり、2012年には、エルガハイブリッドが加わっている。2017年には、新しいデザインの車両が導入されており、その後、カンナナシャトル用の車両は、特急用に日のブルーリボンシティハイブリッドとイスズエルガハイブリッドを、 残した他はすべて新しいデザインの車両に置き換えられた。2019年に残っていた、日のブルーリボン式ハイブリッド3台もイスズエルガとカンナナシャトルから転用されたイスズエルガハイブリッドに置き換えられた。3台導入された車両のうちの1台 E713 号車は特急仕様となっている。2020年10月現在、この他に貸切車として イスズ・エルガの3台とイオン火災点の送迎用として日のポンチョが3台配置されている。そのうちエルガは同年11月に E002E181 号車は篠の目車庫に転出している。かつてはイスズ・エル V 富士重工 7E のワンステップバスが3台配置され、ハイシーズンに東京ディズニーリゾートの駐車場シャトルバスとして活躍、後に コニック塗装を施されて、貸切車及び乗務員訓練者として使用された。ありがとうございます。